ザ。こんにちは、湯高さん。はい。日曜日です。なあ。はい、振り返り。早いな、なんかサイクルがな。ね、こないだなんか木曜日ですって言った気がするんですけど。なあ、すぐだな。はい。日が経つのが早いわ。ねえ。はい。もう試合も今回は試合だけ中止があったんですかね。そうだな。広島 DeNA で、あとは全部3戦ずつありました。あったね。はい。では今回も、振り返りと、また予想と。今回の予想は、コメント欄で引き分けも入れてくれって言うから。でも確かに。いや確かにね。そうなんですけど、うん、引き分け予想するのってすごい難しいですかね。難しいよ。で引き分けも結構内容がこっち寄りの引き分けだったとかいうのも、まあでもね、引き分けはね、貯金を持ってるチームは引き分けても勝ちに等しいけど、やっぱりこうマイナスというか借金を抱えてるチームは引き分けは痛いよね。うん、まあそういうのも含めて、まあ、予想していきたいと思うけど。じゃあちょっとまたさらに細かく予想するっていう感じですかね。まあそうだね。それでね、日曜日の試合が、はい、あ、4試合引き分けだったんだよね。そうですよ。4試合ってどうよっていうような感じはしたけど。まあこういうことはないですよね。まあなかなかないよね。うん、そうすると今回は振り返りに、うん、プラス前回の予想の、うん、結果ね、結果もちょっとというか答え合わせのようなこともしていき、でも言ってるけど、言っとくけど、はい、まあ最大の注目は巨人阪神戦だったからね。まあ先に言っとくけどさ。はい、それを言っとく理由はすぐ分かりますが、はい、はいはい、では早速振り返っていきましょう。はい、はい、セリーグからまず巨人阪神戦、はい、阪神の2勝1敗です。そうだね。はい、予想がぴったりぴったり当たったね。2勝1敗、うん、はい、でもね、巨人はね3連敗よく食らわなかったよね。うん、で細かい系統を使ったりだとかさ、はい、まあいろいろ駆使して、はい、まあ、3連敗を阻止した。でも勢い的にはやっぱり阪神が3立てしてもおかしくなかったからさ、はい、だからよく、まあ、一勝できたなっていうような、まあ、感じだよね。はい、はい、内容としては、まあ内容としては、はい、阪神は青柳が2年ぶりに巨人戦に勝ったりだとか、まあ、アルカンタラという投手がさ、はい、まあ、初登板で8勝利を挙げたということで、はい、まあ、さらに勢いを増してくるかなっていうような、うん、そんな印象だったし、はい、やっぱり巨人の4番岡本がしっかりしているということと、はい、まあ、原監督のそのダブルスチールだとか、うん、やっぱり作戦が目を引いたけども、今現状の力の差っていうのはさ、やっぱ阪神の方が上かなっていうふうに感じたよね。うん、それはもうあのチームの状態とか故障者を含めっていうことですか。まあそうだね。はい、はい、では次、はい、はい、こちらは中日対ヤクルト、はい、結果は、うん、ヤクルトの2勝1分け。そうだね。はい、予想はヤクルトの2勝1敗。これもまあまあ、いやこれも大島が最後の試合に2対2で引き分けたゲーム、あれホームインしてたら予想ぴったしだったわけだから。でも引き分けをさ、まあ、中日が1敗としてそうなってくると、まあ、ちょっと予想違うんだけど、はい、だけど、まあ、先ほど言ってた借金のあるチームの引き分けっていうのは負けに等しいよっていうところを踏まえると、まあ、予想はちょっと違うんだけど、はい、でもまあヤクルトが2勝してる、まあ、ヤクルト有利という ね、はい、うね、はい、ことで、まあこの中で光ったのはやっぱ小川の完封劇、うん、まあ見事だったなっていうふうに思うのと、はい、やっぱ奥川、後で喋るけど、はい、奥川のプロらしき投球が見れたということがさ、うん、プロらしい投球になってきたということが、はい、非常に心強いよね。では次いきます、うん、はい、広島対 DeNA ですね、はい、はい、こちらは、1試合中止になりまして、うん、2試合だったんですが、うん、広島の1勝1分け。そうだね、はい、まあ、予想はそうですね、予想は DeNA の2勝1敗というところだったんですが、ちょっと違ったことになっちゃいましたね。まあここは広島が打てないということで、うん、まあ、DeNA のバッティングがね状態がいいということで、うん、まあ、そういう予想になったんだけど、まあ、結果的に言えば、うん、やっぱ小園や葉月、まあ、高橋というピッチャー、若手の躍動が目立ったというかね、活躍が目立ったという、そうですね、はい、だから非常にチーム的にはいい感じになってきてるかなっていう、うん、で、まあ、西川の難しい球をタイムリー打ったりだとか、まあ、鈴木誠也もちょこっと目立ってきたかなっていうような、そういうところで、まあ、DeNA の方も
5回までに10安打してて無得点っていうのはさ、いかに絶好だったかということ、まあでも、まあ、外がスリーラン打ったりだとかして、まあ、引き分けに持ち込んだんだけど、まあ、バッティング自体は向上してるよね、うんうん、だからまあ次のカードだよね、はいはい、まあ、決め手にかけたかもしれないですが、ね、逆を言えば5回で10安打っていうのはすごい、ね、いやすごいよねバッティングとしてはね、はい、なのでちょっと今後どうなるか、うん、まあ紙一重だったよね。そうですよね、はい、はい、セリーはそんな感じで、はい、はい、ではパリーグいきます。はい、はい、オリックス対楽天、はい、こちらはオリックスの2勝1敗、うん、はい、はい、これ予想は楽天の2勝1敗、はい、すいませんオリックスファンの方すいませんでした。申し訳ない。なんて言うんだろうな、オリックスの宗が2番に入ったりとかして、うん、やっぱすごくいい活躍してるし、はい、まあここも紅林がホームラン打ったりだとか、だからすごく若手が躍動してきてるんだよねまた、はい、で一時期、まあ、吉田正尚杉本っていうと言ったところに頼ってたのが、今度また若手がそれに加わってるということがすごく心強いかなというね、はい、感じがしました、はい、まあ本当にオリックスファンの方申し訳ありませんでした。はい、はいはい、では次いきます、はいはい、ロッテ対西武、はい、こちらは、2試合が引き分けでしたので、うん、西武の1勝2分け、そうだね、はい、予想はロッテの2勝1敗だったので、うん、ちょっと逆になっちゃいました。いや西武はよくギリギリのところで頑張ってるというかさ、うん、まあ、この試合で佐々木朗希がね勝ち投手を持って、まあ、降りたりだとかいろいろドラマがあったんだよね、はい、で、まあ、西武はもう足を使って、うん、やっとこう引き分けに持ち込んだりだとかさ、ここらはベテランと若手が融合してるというかね、セーブが一体感があるよね、はい、うん、うん、ただロッテの方もレアード鳥谷だとかさ活躍してる、うん、まあ角中もそう、若手がすごく躍動してるかなっていうような感じがしたよね、うん、だけどロッテファンはちょっとがっかりかなという、セーブファンの方はすみませんでした、うん、まあでもセーブの粘りってさ、6対6に持ち込んだ佐々木朗希が先発したゲーム、はい、やっぱ追いついていくもんね、うんうん、この粘りはね、まあ、次へつながるかなっていうふうには見てるけどね、はいはい、では次です、はいはい、日本ハム対ソフトバンクです、はい、こちらはソフトバンクの2勝で1分け、うん、はいはい、予想は日本ハムの2勝1敗だったんですがちょっとパリーグが予想と違ったような結果になってしまいました。すいません。そうだね、伊藤がやっぱ疲れてるかな、少しずっとルーキーで先発でクオリティスタートしてたのがね、まあ、ちょっと崩れたんだけど、やっぱソフトバンクの状態も徐々に上がってきたと、まあ、7カード連続して勝ち越しがなくて、うん、まあ、やっとこの日本ハムで勝ち越したんだけども、やっぱ底力があるね、うんうん、で上林っていうのがすごく躍動してるというかね、まあそんなところで、まあ最後の試合なんか上沢と日本の投げ合いだったんだけど、まあ先行されて上沢も絶好調だったんだけどね、まあそれをなんかこう追いついていくというさ、はい、まあ2点取られて6回だったかな、うん、先頭バッターが出て松坂なんかが、で次今宮が次の打席で工藤監督のサインがバントだったんだよね、うん、2点負けてて6回でバントってあんまり考えられないんだけど、これ工藤監督に聞いたらたまたま空港で会ったわけよ、はい、仕事の帰りに、はい、で話をしてなんでバントだったのって聞いたら、やっぱ今宮はすごく苦しんでると、うん、でバントで送るということも一つの仕事だと、はい、で仕事ができたというね、やっぱり一つの充実感を作ってあげたかったと。なるほど、ああなるほどなと思ってさ、やっぱ選手のことを考えながら、うん、まあきめ細やかな采配を振るってんなと思ったよね、うん、なるほど、うん、だからそういうこともあって2対2に持ち込めたという試合だったよ、うん、まあだからソフトバンクとすれば見事な試合運びだったし、うん、だからまあ貯金のある首位のソフトバンクが引き分けたということはもう勝ちに等しいということだよね、うん、負けゲームだし、で、はい、日本の方は痛い星を落としたような感覚だよね、うん、でもソフトバンクの
ファンの方はすみませんでした。はい、はい、というこの3連戦だったね、はいはい、やはり何といっても引き分けの試合が多いですね。まあ多いな。この最終日なんて4試合だよ。引き分け4試合、はい、うん、だからもう少しなんとかならんかなっていうふうには思うけどね、はい、ということはやっぱり引き分けも予想に、まあ、入れるよね、はい、でもまあその前に佐々木朗希、はい、デビューしたね。そうですね、あ、待ちに待ったという感じですかね。まずね、全体的な感じを言うと、はい、臆することなく、うん、緊張はあったと思うよ、はい、でもよく頭は動いてたなという、うん、だからいや、ここはこうだ、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないというさ、だから非常に冷静なマウンドさばきと、やっぱボールの力も感じたわ、うん、まあ、最速が154キロで、はい、5回で107球、ちょっと球数がかかってるんだけどね、はい、うん、で6安打5三振、うん、で2四球4失点ということで、はいはい、まあ失点もキャッチャーが正捕手だったら止めれたなっていうような感じのワイルドピッチャーあったよね、うん、はい、それがもったいなかったということと、やっぱ課題は西武に走られまくったという。そうでしたね。だからまあそこら辺自分でどう考えるか、クイックをもっと速くするのか、それとも江川さんみたいに、いやちょろちょろするやつはちょろちょろしといていいと、ね、バッターを抑えると点にならないだろうっていう考え方にするのか、うん、はい、これは面白いね。もうそれはピッチャーのタイプによるというか、まあそうだね、うん、まあ、性格にもよるよね。なるほど、うん、どっちになってほしい。そうですね、なんか個人的な希望とすれば、うん、もう打者に集中してっていう。いや 俺もそうだよね。うん、いやそのぐらいのさ、はい、圧倒する力があるんだもん、うん、だからまあちょろちょろするんだったらちょろちょろしとけって、うん、必ずバッターを抑えるよっていうぐらいの、はい、なんか威風堂々としてほしいというかさ、うん、はい、まあだから今年は登板ごとにおそらく走られるだろうけども、はい、まあ、あんまり細かいことは早急に身につけるんじゃなくて、うん、徐々にでいいからやってってほしいなと思う、はい、それとやっぱ物の大きさっていうのを感じた、うんうん、こう見ていて変に力が入ってないというか、うん、いい意味でリラックスもしていて、そうだ、ね、変な緊張っていうのがないように見えたんですけど、そうだね、だから緊張する前に頭で考えてるというかさ、うん、次のシーンを、うん、だから俺が想像してたよりもおどおどしてないし、うん、堂々としてた。なんかもうそういうのってやろうと思ってできるっていうものではなくて、ね、こうね、その人の性質というか、うん、持ってるものだよねなって、うん、思いましたね。そうそうそう、はい、だからすごく今後にも期待感がもっと湧いてきたというか、うんうん、だから若干ボールが上ずってたけどね、うんうん、だけどだからもうちょっと低めに投げれるような、まあ、精度を持てばもっと安定してくるよね。はい、はい、まあ、試合後のコメントもこう一軍でしかこう味わえない収穫があったっていうようなことで、賢いよな本当に。なんかもうあすごいなって思いましたね。そうだよな、はい、まだ2年目だからね。はい、はいはい、そのライバルといえば奥川、はいはい、うん、2人ともね勝ち投手の権利を持って降りてんだよね、はい、で奥川は6回88球、はい、7安打7三振、はい、1失点四球がなしということ、はい、もうねやっぱこう彼らは経験をさせれば、佐々木朗希もそうだけど、やっぱそれらの形になってくるということだよね、うん、だからすごく見てて安心感があったし、うん、そのいつの間にか右バッターの厳しいインサイドにも投げれるようなピッチャーになってんだよね、うん、前はねそのサインで引っ掛けて外の甘いボール投げたりとかしてたんだけど、でもだん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 やっぱり一軍のマウンドに慣れてきてるし、うん、名古屋ドームってさ、バンテリンドームか今、はい、傾斜がきついの、マウンドが高くてね、そのマウンドってボールが上ずる傾向にあるのよ、うん、本当はね、うんうん、あの腕の振りが遅れて傾斜がきついから、でもそこをねやっぱコントロールよく投げてたわ、うん、だって四球なしだもん、はい、だからこれも素晴らしいピッチャーになってくるだろうなっていうのを徐々にまた感じさせてくれるというかさ、はい、ただねプロ野球ニュースで達川さんが言ってたけど、5回6回で勝ち投手の権利を持って降りて勝とうと思うなと、君たちは完投する能力があるし、うん、それだけの期待感が持たせてくれるピッチャーだと、はい、
だからもう完投を目指して自分で勝ち切れと、うん、で初めて勝てるような投手になってくれと言ってたけど、はい、まさしくその通りで、小さくつないでね勝とうなんて思わないで、うんうん、もうとにかく自分で投げ切るんだっていうような気持ちを持って常にいてほしいなって思う、うん、この2人のピッチャーだったね。またそういう気持ちで投げるからこそ、うん、勝ちがついてくるっていう部分もありますよ ね、 だからまあ、うん、今後楽しみにしたいですよね。はい、はい、で他に注目、他はねアルカンタラ、はい、阪神のピッチャー、はい、これ韓国から来たんだけどさ、うん、6回86球7安打5三振、うん、5失点、はい、四球なし、はい、これやっぱりね初登板ということを考えると、うん、5失点っていうのは少しさっぴいて考えてあげなきゃいけないけど、評価したいところは四球なし、はい、やっぱりねフォアボールで崩れるピッチャーっていうのはいくら投げたって崩れるよ。だけどこれもね慣れてきたら勝てるピッチャーだね。やっぱ球に力がある、うん、それとやっぱコントロールがいいということ。はい、まあ今日はあの上ずったボールをホームランされたりだとかさしたけども、やっぱこのピッチャーもいいピッチャーだね。うーん、だから阪神に1枚大きなまた戦力が加わったということだ。うーん、だから阪神はタイミングいいよね。まあ藤浪がいなくなる、はい、まあ穴埋めはいたんだけど、だけどアルカンタラっていうピッチャーを上げてくるとかさ、なんか大山がいなくなったら佐藤を入れてロハスを外野に持っていき、はい、まあロハスの前は糸井っていうのを入れててみたいな、だからすごくねうまく回ってるなって思うよね、うん、チームが。だからアルカンタラのピッチングも今後注目、うん、はい、はい、で人としては最後、はい、早川、はい、9回98球3安打、うん、8三振四球2失点0、はい、素晴らしい。プロ入り初完封です。素晴らしいですね。いや素晴らしいよね。はい、やっぱ何が素晴らしいかっていうとさ、9回にまあ1対0で勝ったんだけどさ、はい、乱れるかなと思ったら全く乱れないんだよね、うん、だからこれはやっぱアマチュア時代からやっぱ先発完投してる、完封してきてる、そのやっぱ経験の賜物というかさ、うん、目先にやっぱ勝ちが見えてくると欲が出てきたりだとかさ、うん、力みが出てきたりだとか焦りだとかいろんなものが出てくるんだけど、はい、やっぱびっしりいけたということはやっぱそれなりのもののでかさっていうのを感じたよね、うん、だからまあ見事な要所要所ところどころでヒットは打たれてもさ、はい、やっぱ落ち着いてたね。はい、見事でした。たったの3安打そうだね、98球で、うん、マダックスっていうんだけどさ、マダックスがマダックスを達成という、うん、マダックスっていうのはアメリカのね、はい、メジャーリーグのピッチャーで、もう7色の変化球を操りながら、はい、もうどんどん打たしていって球数少なく完投してしまうという、うん、だから98球、まあ、もうちょっと投げさせろよと思うけどね、オリックスの打線も、はい、まあだけど見事な完封劇で、で注目したのが、はい、まあ、9回のやっぱ乱れなかったこと、はい、まあ、これがやっぱ経験の賜物というかさ、アマチュア時代にしっかり育ってきてるんだなっていうのを感じたよね。はい、はい、では次のカード、はい、予想してみましょうか。しましょうね今度今度パリーグ当てなあかんな。そうですね、はい、ちょっとセリーグはいい感じだったんですけど、そうそういい感じよ。ちょっとセリーセリーグじゃないパリーグの方がね、はいはいはい、で次のカードが、うん、巨人対広島、はい、DeNA 対中日、はい、阪神対ヤクルト、はいはい、でパリーグが、うん、西武対ソフトバンク、はい、楽天対日本ハム、はい、オリックス対ロッテです。そうだね、はい、まず巨人広島、はい、まあ、広島の2勝1敗、はい、これはね、うん、若手が躍動してきてるわ、はい、それと大瀬良のまあ、復帰っていうのも力になるかなというふうにはちょっと考えてて、やっぱり一時期巨人が広島を苦手にしてた、はい、まあ、そういう名残があったとしたら、まあ若手が躍動してきてるし西川も状態が上がってきてるし、まあそういうことから考えると、まあ巨人は阪神戦の疲れがちょっと残るかなっていうようなそんな感じがしてて、まあ広島の2勝1敗にした。では次の DeNA 対中日はいかがですか。はい、まあ、バッティングのチームと投手力のチームで、球場がハマスタという狭い球場だから、はい、まあ、バッティング有利っていうふうに考えても、うん、でも中日のピッチャーもいいから、う
まあ1勝1敗1分け、ここは1勝1敗1分け、これは分けも入れろって言ってたからさ、はい、ね、まあ確かにね、うん、6試合中4試合がさ、うん、引き分けっていうことになると引き分けも予想しなきゃいけないなと思って、はい、まあ1勝1敗1分けかなという、うん、ここはこう結構均衡した感じなのかな、ね、っていうところですかね、はい、でも DeNA は一気に中日に追いつくチャンスだからね、うん、はい、だからここら辺3連勝すると、まあ、またちょっと混戦になってくるというかね、うんうんうん、頑張ってほしいと思うけどね、はい、はい、では次阪神ヤクルトです、まあ、阪神の2勝1敗にしたけども、はい、ヤクルトの2勝1敗もある、これは卑怯な言い方だけどいややっぱりね、俺らも現役時代巨人戦の後ってなんか妙に疲れてるんだよね。なんででしょう。やっぱ勝たなきゃいけない、勝ちたいという気持ちがより以上に強くなって、まあより以上に力が入ってんだろうね。だから阪神もそういう状態であればちょっと足元救われる、まあヤクルトも非常にいい状態で来てるからね。うん、ただ普通に考えたらまあやっぱ阪神の勢い、まあそれと目標、はい、もう明確になってきてるよね、今年は絶対やるっていう、はい、だからこう足踏みしてる場合じゃない。そしてこれ甲子園ですね。そうなんだよ、はい、だから2勝1敗で阪神と予想。では次パリーグです。はい、はい、西武ソフトバンクはどうですか。ソフトバンクの2勝1敗、はい、これはねやっぱり7カードぶりに8カード目で勝ち越したという、もともと力のあるチームが7カード勝ち越しがないっていうことは普通考えられないんだよね、うん、でも首位をキープするっていうさ、そういうなんか底力みたいなのがある。で西武の方は走りまくったよ、はい、走りまくってなんかこうギリギリのところで戦ってる、はい、それを首位のチームを迎えて、はい、で甲斐という存在がやっぱその足を封じるような感じになってくると、やっぱソフトバンクは絶対有利なんだよね。なるほど、これは、まあ、やっぱ西武としても甲斐選手だと走りづらいっていうイメージもありますよね。いや走りづらいと思うよきっと、うん、でも辻監督はそれでも走らせてくると思うけどね、はい、やっぱそれしか勝機が見えないと思ったら失敗してもいいから行けっていうような、あ、まあ気も据えてやると思うよ、はい、だから面白いカードだと思うけど、うん、まあ勝敗を考えた時に2勝1敗のソフトバンクと、はい、はい、では次楽天対日本ハムです。はい、わかんねえなこれ難しいんだよ。うん、楽天もいいと思えば悪いしさ、うん、悪いと思えばなんかポポッと勝つしさ、だけどバッティングがちょっと低調になってるかなと思ってんのね、うん、楽天の、楽天のね、まあ確かにその前のカードがオリックスでオリックスのピッチャー陣はいいからさ、うん、なかなか打てなかったのかもわからないけども、はい、でもこのカードは楽天の1勝1敗1分けという、はい、まあ日本ハムも粘りも出てきてるし、はい、そうだな、コロナから帰ってきた選手、西川だと渡辺だとか、うん、はい、帰ってきてるから、まあここら辺はちょっとやってくれるかなというふうに思ってて、はい、1勝1敗1分けという、うんうんうん、はい、はい、では最後オリックス対ロッテです。はい、これはオリックスの2勝1敗、はい、まあ、ロッテも確かにねバッティングっていうのは向上してるんだよね、うん、上がってきてる 状態が、はい、まあ荻野だマーティンだっていう 1,2 番がさ、はい、躍動してたら、うん、まあ、非常に得点力が上がるよね、うん、だけどやっぱオリックスの投手陣、まあ、山本とかおそらく投げると思うんだけども、まあここら辺をやっぱどうやって打つかということと、うん、やっぱりなんていうの、オリックスもロッテを倒していかないと上に行けないからね、はい、なかなか、うん、だからまあオリックスのそのチームの雰囲気だとか、まあそういうことを考えると、まあ投手陣投手力を考えたらオリックスの2勝1敗かなっていうふうに思いました。はい、はい、もう本当に吟味を重ねました。はあ、疲れました。頑張りましたね、はい、まあ楽しみだけど、このカードの中でやっぱり注目すべきは、うん、まあ、阪神ヤクルト、はい、まあ、ここら辺がどう阪神が戦い、まあ、ヤクルトが一矢報うかで、西武ソフトバンクだね、ここはね、うん、ソフトバンクが日本ハムにカード勝ち越しを決めて、まあ、状態上向きでもう一カード勝ち越せるのか、まあ、そこら辺がちょっと注目です。はい、はい、以上でした。はい。